はい。ひとつきまわさ、清水です。えー、今日はですね、この東京新聞に本間さんが、まあ出、出られた。出られたっていうか、取材されて、そのコメントが載っているので、えー、それについて話をしていきたいというふうに思います。やっぱり私たちがですね、応援する本間さんが、まあ、新聞にコメントを求められたっていうことで、で、さらに、ま、この動画でも問題にしている持続化給付金の中抜き問題ですね。で、これに関して、まあ、この一面にも書いてあるんですけども、いや、なんかすげえこと書いてんなと。 というふうになりまして、えー、これに関して、あの、説明をしていきたいというふうに思います。で、この番組はですね、まあ、私動画毎日、あの、4本ぐらい、今、千本ノッ本のく挑戦中で投稿してるんですけども、まあ、読書好きの私がですね、こういう著者の皆さんに紹介したり、うんえ、本の楽しさを通じて社会の問題について語るという動画になっておりますので、えー、よろしければチャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いいたします。いやー、持続化給付金に関するね、あの、電通の中抜き問題っていうことで、うん いやーこれなかなかもう本当に、まあ、あの、最初に報じた東京新聞さんだから、まあ、ずっと本当に、あの、追いかけて気合入ってますよね。うん、入ってるよね。はい。で、えー、本間さんの載ってるのが、えぇ、ー、22面と23面にあるこちら特報部という、はい。あの、ところで、えーうん、その中で、えー、電通に関して、かなりズバーンとこう、書かれていてですね。ですね。 この中でも、この中でですね、本間さんのコメントが書かれているということで、先にあの裏話をしておくと、本間さん、あのここだとですね、数行分しか喋ってないように見えるんですけども、ちゃんと30分ぐらいあの取材を受けてますから。まあ、そうね。まあ、大体そんなもんなんですよね。まあ、そんなもんあの僕だけじゃなくて、あとね、二人ぐらいかな。はい。やっぱり話聞いていて。そうですね。 でやっぱり何十分ぐらい喋っても、もう本当、記事になるのは数行っていうのは、まあ、そういう、まああの、あれじゃないんで、いわゆる、差しっていうか、対談ではないんでね、まあしょうがないかなっていう、まあ、それで、まあ、でも、一応、伝えようとしたことは伝わってるかなってい、はい、本間さんのコメントの部分だけ読みますね、はいえー、業界任意の広告会社、博報堂元社員で作家の本間龍司は、電通の体質をとにかく金に貪欲。 相手が怒られつくせりと感じて気分よく金を払ってくれるよう死ぬほど努力をし、知恵も人でも出す。何でもやってくれるから自民党や省庁にとってはありがたい存在と解説する。うん、一方で、本間氏は、公の仕事を請け負っているのに事業について説明せず、社会的責任を果たしてないと切り捨てる。<laughs> <laughs> 結局は、旧来通り金を払ってる相手が満足すればいいと思ってるだけ。電通は単なり地企業ではない。自分らの責任のえ、自らの責任の大きさに向き合う必要がある。うん、という本間さんの、 あのコメントでこの記事が締められてるんですよ、ね、そうですね、なかなか、うん、あいやあのなかなか目のつけ所ころがいいですね、東京新聞っ、あのー、それでね、こんあの特報部って、はいあの、こちら特報部って結局、まあ2面使えて、はい、それでそのニュースを深掘りするっていう、そうですね、東京新聞のなんていうんだろうな、まあその東京新聞の売りの部分ですよね。 であのー、今回のこの給付金騒ぎで、はいうん、あのー、電通をチェックからこう扱ったって、たぶんまたやっぱり東京新聞だけだと思う、ね、おなるほどね、うん、い要するに、電通の名前はいくらでも出てくるじゃないですか、はい、まあこれ相手の電通だから。だけど、そもそも電通ってどういう会社なのかっていうことを、やっぱり一面、の使って、 解説するって、勇気がいるんですよ、し。まあ <laughs> そうですね。はい。<laughs> でも、あのー、やりすぎじゃないかな、みたいなね。おうんうんいね、あのー、考えながらやっていて。はい。で、結構今回の記事は、やっぱりその、かなり電通に、その批判的なその見出しになっているよね。そうですね。うんうん。あのー、なんだっけ。えー、っと、 なんでもかんでも受注しているなイメージ戦略、選挙を一手に引き受けるとか、党や首相側に政治献金長年もたれ合いとか、そうそうまあ結構、そうそうあの自民政権と蜜月、伝通って言ってますねでねでお惑、あオリンピックでは汚職の疑惑があって、新入社員も自殺してって、とにかくあの、かなり踏み込んでね。はい 結局、だから僕も昨日、あのー、まあ説明いたんだけど、はい、結局この事件っていうかこの事案っていうのは、やっぱその、計算省、今回の場合はまあ計算省だけど、はい、まあ計算省としてみたらさ、もうお金あの渡したら、あとは能となら山となれなわけですね、うん、そうですね。うん、その事業ができればいいわけ。やってくれれば。うんうんうん だから結局、昨日の国会論戦でも、はい、あのそもそもこれ入札、もう一社と入札したっていうことになってるんだけど、はい、サービス協議会ねはね、い。トーマでしたね、はい、デトロイトトーマツっていうところだったと思いますけど。ああで、そこがね、はい、そこ、どういう、そのそこっていうか、両者がどういう提案をしたかっていうのを、きの、うん、国会で追及したんだけど、はい 出てきた種類は全部黒塗りで、目か <laughs> らずでね。な <laughs> <う>るほど、の<う>り弁ってやつですね、の<を>り弁。もう何をそのどう入札したのかさっぱりわからない、うん、っていうことで,、うん、で、まあ、そうなりゃもう、その前々からあのそのそルートがあるサービス協議会に行くに決まってるわけだけど、結局、そういうその、うん となんていうのかな、まあ、あんまりフェアではないことをやっぱりこうやれる会社が電通なんで、僕もその、まあ、とにかくその金に貪欲な企業っていうん、コメント載ってましたね、はい、うんこれはやっぱりその電通っていう企業風土、はい儲かればとに、と儲かることこそ正義っていう会社。うん その間の、間にね、何かね、この、なんか、ね、えそれはやっちゃまずいんじゃねえかとか、そうん、という、あの、ほんと普通の人だったら持つような、まあ、両親みたいなもの。両親みたいなものは一切ないから。<laughs> 一切ないと。一切ないと。うん、えー、ぐらいは言ったけど、さすが東京新聞そこまでは書けないから。<laughs> まあ、そうです、ね、<laughs> <laughs> 金に動員をくなっていうね、言い方で、うんあの ああれしてるけれどもまあ、だから、そのそういう体質を伝通だからこそ、適当にとにかく急いでやってよって言って、ぶん投げたい経産省とこうぴったり肌が合うんだよね。なで、結局、はい、この事業を一体どうやって進めているのかって、うん、いうことについては、経産省があの下請けのこの,ほらこのツリー。はい の報告を受けたのも、うん、8日だったって、やっぱり昨日バばれちゃったんですね、だからそれまでは、経産省としては正式には、うん、あの電通のから下が分かってなかったそうで、すね別に電通ライブがあって、電通ライブの下にパスマがあるっていうのは、うんうん、経産省は8日に知りましたって、うん、動けたこと言ってるわけですね、うん、だからもう本当、<laughs> 投げたらそれまでよみたいな。うん まあそういう体質、まあ、受け方のもそういう体質なんだね、きっとね。まあ,あの、投げたらそれまでで、かつ、あのー、まあ、あとでバックしてくれよっていう話ですからね、うん、これは。まあ、そこら辺は、我々のその推定にすぎないんですけど、うん、じゃないとお金の動きが怪しすぎますからね。うんうん。うん、そうなんですよ。でこの、さらにね、今回の記事でね、まあ、不思議だなと思った、あと一番びっくりしたのは一面なんですけども、うん、3面のところに書いてあるのが、<laughs> えと国外注先企業数把握せずというふうに書いてあるんですが、うん、まあそれが今、本間さんが話されたことなんですけど、電通、うんあのー、ライブに発注をされてますよね、電通、自、えー、サービスデザイン推進協議会が20億抜いて、電通がそんなに抜いてないよう10%だけっていうふうに言って、70億くらい抜いて、でそれから電通ライブに行ってるじゃないですか。うんうん で、このね、この記事が本当なんだったら不思議なのが、なんか、電通ライブは、電通から流れた595億円のうち、手元に残るのは8000万円で、99%は外注に回していたというふうに書いてあるんですよね。で、これは、まあ、あのー、ほとんど要するに長抜きしてないよっていうことになると思うんですけども、うん まず、まあ、本当なのっていうふうに疑いたくなりますよね、うん、あの別の名目であの抜いてんじゃねえのかっていうふうにも思うのと、うん、まずそ、そのそれでもしね、本当に99%をちゃんと払ってるよって話なんだったら、えじゃあ、なんでわざわざ電通ライブ挟んだんだよっていう、あの根本的な問題が、9トも中のあのね発注するんだったらしいらないじゃんっていう。うん、っていうのもね、うんうん なんじゃこりゃっていうふうに私は思ったんですよねだからまあ、売り上げを立てさせるっていう、好意的に見れば、売り上げを立てさせてあげるということですね。と、はい、いうことですうね。うんうん ちなみに、電通ライブというのは、他の動画でも話をしてますが、イベントスペース運営会社であって、なんでこの持続化給付金事業を、あの、自宅するのにふさわしいのか、全く意味がわからんと。うん。あのー、いや、あの、これはだから、電通にとってイベントだから。あ、なるほど、なるほど、あなるほど <laughs>。オリンピックの、あの、分で減ったやつを補填するイベントだから。<laughs> イベントな。なるほど、なるほど。うん。 <laughs> いやまあね、あのー、昨のう、おとといか、経済産業省、えー、じゃなかったあのサービスデザイン推進協議会とか電通が記者会見をして、えー、他のやつはもっと中抜きしてるけど、あの経済産業省のやつは10%しか中抜きしてないからっていう記者会見をして、まあ、びっくり仰天、まあ、中抜きという言葉がお下品なんですけども、正しく伝えると、うんえー、管理委託手数料とか、なんかそんな名前でしたね。うんまあ、管理振興料,料ですよね。うんはい、でこの、ね、一面を見ると まあこれ、前々から指摘されたことがまとまってて、さらに追加でっていうことなんですけれども、持続化給付金の事業をどういうふうにこのサービスデザイン推進協議会と電通が受託したかっていう経緯が、カレンダー付きで書かれてるんですよね。で、まず3月30日の段階で経済産業省が、そのサービスデザイン推進協議会と電通をヒアリングしたと、でも、競争入札の告示は4月8日なんですよね。 だからもうこれ、語るできれいスなわけじゃないですか。そ,れはそうだよね,ね。だって、工事の前に、これね、この記事が正しいのであれば、工事の前に、まず打ち合わせをしてるわけですよ。うんね、で、この打ち合わせおそらく、まあ、こんな感じにして、なんかこんな感じでちょうだいみたいな話をしてるんだと思うんですけども、うん、そ,でその次に、4月2日に経済産業省がさらにあの電通以外の別の会社をヒアリングしてると。 うん、で、これは、あのー、まあ、どこの会社かちょっとここには書いてないんですけども、うん、で、さらにふつえ、3日、4月3日、次の日ですね、経済産業省がさらにまた別の会社をヒアリングというふうにこうして、うん、で、まあ、この、あの、一応アリバイ作りをね、しておかないとダメなんで、電通だけに聞いたっていうふうに言うと、うん、後で叩かれる可能性もありますから、でも、競争入札の工事の前になんで打ち合わせしてんのっていうのは、すごい突っ込みどころですよね。 これ大学受験にするんだったら、今度の試験テスト、こんな感じにするからって言ってるようなもんですから、これはもう、慣れ合いでね、<う>最初から上げるっていう名目で、やってるわけじゃないですか。<laughs> それまでに書類作っといてねっていう話で,でそれで勇みやのこのサービスデザイン推進協議会、えー、もうほとほぼイコール電通の法人がですね、 給付金ののサイトへのアドレスを取得してしてまったと、うん、これ要するに工事入札の2日前にもういやだから IT ちょっと詳しいんだったらそんなのワールドワイドに歴が残るんだからやめとけよっていうふうに私は思うんですけどすごいなと <laughs> いやもうすごいだからで、ね、結局でしょ決定前からもうわれる取っちゃってたってことは来るって決まってたっていうことね、はい どないやこれはと強いて言い訳をするんだったら取れるかどうか分からないけども先に取っておいたっていうのはありますよ、うん、でもやっぱりなんで競争入札の公示の前にお前は知っとんねんっていう、うん、<laughs> 何にも説明ならないませんから、うん、でさらに今回新しく出てきたのが4月7日要するに競争入札の公示の前,です、ね、前の段階でこのサービスデザイン推進協議会が 理事会を開いて事業の入試応募するぞと。いうふうにこう決定したということなんですよね。でも競争入札の工事の前に、あの、決定してるわけなんですけども、うんうん、ここの説明が2点3点していて、経済産業省の課長は、この6月2日に野党にヒアリングされた際に、 4月7日に法人の理事会に代表の理事は出席していたって言ってるんですよね。でも実は代表の理事は欠席していたっていう。うん、だからもう、からますますこのなんか辞任、もうヒューンって辞任してしまったあの代表の理事さんなんですけども、うん、このサービスデザイン推進協議会の。これで言うとですね、もう本当に何にも状況が分かってないし、うん、欠席している理事会の中でこう、 まあ、じゃあ、あの競争入札、うちらが落とすこと、落とすよというふうに決まったというふうになって、で、公示されて、で、受注したっていう形になって、この本当に、だから理事さんっていうのはもうお飾りだっていうことですよね。まあ、バイトだったんですね。まあ、そうでしょうね。ちなみに、あの、確かね、サービスデザイン推進協議会のホームページかなんかに、私は辞任しますと。うん。辞任するけど、最後に言っとくけど、俺、金もらってないからねっていうふうに書いてました。 <laughs> 誰も聞いてませんよ、<laughs> そんなことっていう、<laughs> 本当に <laughs>、なんかよっぽど恨みがあるうん。なんかでこの後出てくるんじゃないかもね、本当にうん、うん、だから、本当に入札の仕方も最初からあの慣れ合いだし、ねえ、まあ、これ、なんか久しぶりにこういう言葉使いますけど、なんか談合っていうのを思い出しましたね。 まあやっぱりそう、確かに僕もそう思った、談合という言葉、結構久しぶりに聞いたな、うん、みたいな感じですね。ただこれは談合というか、ええー、その談合って、ほら、はい、あの参加する企業が何社もあって、あ、そっかそっか。 そうれで女性が談合っていうわけそっかそっかそっか <laughs> でこの場合はさ入札はさ電通しかいないわけで <laughs> 微妙に談合とも違う,う、ね、つまりさらに進化した談合ですねこれは21世紀型談合、ねうん、あの昔20世紀でよ公共事業で談合で問題になった時一応何社もいましたからねうんうん何社もいてで談合して今回は何々社に A 社にとか B 社にとかっていうふうにこう決めてたけども もうなんかもうそういう、それも一応なんて言ったらいいんですかね。まあ分かっちゃいるんだけども、一応そういうふうに体制、体制は整いとかないとねっていうことだったんですけども、最近はもうそんなこともどうでもいいと,そうという感じになってると。うん、はい。いやー。すごいね,ね。本当に。うん、まあ、うん、ここまでよくもまあできるもんだというふうに思いますね。うんうんうん うん、そういうことですよね。ねそれで結局国会でいろいろ問題になってるけれども、はい、でもこうやってウニャウニャやりつつ、うん、多分その二次補正の800億円ぐらいも、はい、そのままするとか、はい、まま行くよね、きっとね。うんうん,、うん。うん、なんかね、あの野党の立憲民主党とか、ああ共産党以外ですけども。 はですねもう二次補正予算もぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃね揉めててもしょうがないからもう認めようっていう反対しないという流れにもなってますよね。だから認めちゃうとさ、それお前、その 10, 10兆円の予備費どうするんだとかそういう話がこう急に尻すぼみになっちゃうんじゃないかなっていう気がするけどちょっと認めるのは早いような気がする。いや早すぎるでしょうねの ねまあ、この話とはちょっと別になりますけど、予備費10兆円ってないやねんっていうか、<laughs> ちょっと前代未聞すぎるっていね、そうよ、本当 <laughs> これね、そういう予算で結局なんか今は予備費10兆円もあるでっていう、なんかね、特に官僚とかすぐそういう気になっちゃうけ それで来年度以降はその予備費10兆円のために、またあの増税しますよっていうことになるね。<laughs> いやー、ほんとね。やばい。怖い。怖い。んに。うん。まあ予備費<で>、はい、そのうちの1兆何千億だっけが、あの強、強盗キャンペーンっちゃう。<laughs> 安倍首相も強盗キャンペーンって言い間違えちゃいましたからね。はい。そっち行っちゃうわけでね。うん でそれも、多分電通にいただきシャンベンにしちわうわ <laughs> まあなんかさすがに、なんか叩かれすぎだっていうふうになって、なんか農林水産省と国土交通省と経済産業省に、その、なんか GoTo キャンペーンに関しては、工事のしか、えー、競争入札を分けるという話になってるんですけど、うん、まあこっから先はね、私のもう全くうがった見方なんですけども、なんかえらい経済産業省叩かれてるじゃないですか、うん、最近ね。 あの、叩かれてて、で、GoTo キャンペーン事業っていうのは、持続化給付金の、今回何が問題になってるかっていうと、まあ、2兆数千億円の持続化給付金事業があって、で、それ、一時補正予算分だけですけどね。で、それを、あの、配布するための事務費が769億円という形で、これ問題になってるわけですよ。うーん。 で、GoTo キャン、GoTo キャンペーンって間違えちゃったやつね。GoTo キャンペーンっていうのはコロナが終わったらみんなに、まあ,あ、旅行券とかこう配ろうっていうそのやつがあって、これが1兆7千億円くらいあるわけですよ。うん、で、あの、持続化給付金事業だったら769億円に当たる事務委託費問題になってる金額が、うん、GoTo キャンペーンじゃなくて GoTo キャンペーンに関してはですね、うん、あの、1兆7千億のうち3千億円なんですよね。 ねえでこれが一括で、この電通、いいまあ経済産業省に任されていて、電通だっていう話になってるわけじゃないですか、うん、でこれが国土交通省と、えー、っと国土交通省を厚生労働省か農林水産省かっていうふうになって、何省かに分かれたんですよね。でこれはあの 経済産業省だけに任せていると批判も多いからっていう話なんですけども、まあね、これはの省庁の,あの権力の力学から考えるとですね、うんえー、農林水産省とか国土交通省がもしその3000億円の委託費をこうゲットするじゃないですかでこれはかん企業でいうと売り上げを上げたようなものなんですよね。 経済産業省が3000億円の売り上げを上げたところを1000億円に減らしてうちにぶんどったぜみたいなね、これがまあ出世とかにもつながる話だと思うので、なんかもう、多分官僚の利権争いとか、喧嘩とかの、なんかこの、すごいなんか、すごいなんか重要なことをやってるように見えて、その重大な黒幕がいて、何かものすごい悪事を働いてるように見えるけども、多分ですね、これ、官僚の喧嘩の、 なんか結果がペロって出てるだけなんじゃねえかっていうふうに僕もそう思いますよ。結局、官僚が色めき立つのって年に1回の 1>、うん、要するにその国家予算を決めるときじゃん。ね。うん。あの時にほらもううちのまあ親父もあの官僚だったから、はい、あのその頃になるともう徹夜で朝帰ってくるんね。 で、その時が、その官僚が一番色めき立つ時で、ね、その予算の分取り合いをやってるわけ、ね、で、<上>それが今。今ゲットのために動くわけですよ。そうそうそうん。で、今それが起きてるわけだよね。はい、あの、市場空前の。市上空前の大バブルですよ。<laughs> ののね、で、そこに、もうその、金の匂いに敏感な電通が、うん、もうこの、小判ザメのようにへばりついて。うん、パクっッとね。 これをいただこうとしてるって、まあそういう図式だよね。だけどだからウォーキャンペーンの場合あれかな、象徴分割にするから、まあ白黒とかも入れて、うん、まあとりあえずなんかこうバラバラに発注したような印象にして、でまあ今度は電通さんとってねみたいな形にするのかなっていう感じで、まあそう多分そうするしないと全部一括で 電通はちょっと厳しいよね。いやー、この流れでは厳しいでしょう。だから今、一生懸命、博報堂とか、うん、あの、アサ 2DK とかと話をして、えーうん、じゃあ,あの、どういうふうにバックもらうかっていう話を一生懸命今やってるかもしれません、本当に。まあ、そうね、きっとね。いやーまあそ。まあね、あの、本当その最初にも言ったけど、あのー、やっぱりこれはその、あの、まあ、経産省も悪いんだけれども、はい ここにピタッとこうくっついてる電通のその企業体質っていうものがこう本当に便利なんですよね。うん、あのー、その、そこの新聞、と東京新聞の記事にも書いてあげて、はい、その発注するスポンサー側からすれば、はい、あのもうとにかく、そのスポンサーのために命かけますって平気、うん、で言う電通みたいな会社はね、やっぱもうありがたいわけですよ。うん 本当にこの、靴にビール入れて飲んでくれるみたいな、うん、そういうことも平気でやる会社だから、うんうん、かそういうのはすごく便利であるわけだかね。うん、今回だから、あれをあの、そうは言っても全部で税金だから、うん、まあやることにその少しは、あの少し気使わないといけなかった。まあ、で前も話したかもしれないけど、やっぱ電通っていう会社の体質をね、うん で、前言ったっけ、あの、電通っていう会社は、はい。もう、まあ戦後大きくなったわけ,けど、はい、戦後大きくなった、その、ソニーとか、松下とか、はい。ああいう会社はみんなその、社訓っていうものがあるんだけど、そうですね。うん。ね。でも電通って社訓がないんだよ。ね。で、それはね、僕もね、本当にないのかなと思って、はい。 ちょっとあるルートで,ですねこういうこうういこのまたマニアックなものが出てきました、はい、虹をかける虹をかけるものよとね電通様がですね、はい、1990えー、っと1991年が電通90周年だったんですよ、はい、それを記念して作られた、うん、まあ写真に近いものなんですよね もうそれででももうすごい豪華もう暑さもこんなにあって<ー>でもう本当このねなんかこれ読んでるとやっぱりこう日本の歴史とともに伝統が歩んできたっていう、うん、あまあよくわかるものででも自分たちもそのに自分自分たちが日本を作ってきたっていう、うん、そういうこの自信っていうのもよく感じられるんだけどでやっぱりこれを見てるとこれずっと読んだんだけど。うんうんうん まあ社訓っていうのはないんだよね。うんであの、社訓っていうのは要するに、まあその嘘でもいいから、<laughs> あのほら、その国家国民に尽くそうとかさ、あるじゃないですか。まあ私で言うとここに書いてある読書の楽しさを伝えたいとかね、そういうことですよね。国民にね。<laughs> いや、うじゃないと思う、ね、<laughs> <laughs> あのどこも、もう今、上場している大企業って、うん、多分ほぼすべての会社に。 なんか社訓とか、社税とかあるの電、うん、通にはそれがない。うんでなんそれに代わるもので唯一あるのは、あの吉田秀夫の鬼十足だね。中高の祖と言われる。そうそう。だから彼の鬼十足は、今、あのもうも,もちろんこの中にも出てくるし、はい、あの高橋まつりさん事件が起きるまでは、うん、あの社員手帳にも入ってたん。なるほど。うんうんで やっぱりそれが、言い換えればそれが尺なんですよ。あの、吉田秀夫、四代目社長の鬼鉄則が社訓。その尺にに何て書いてあるかっていうと、<laughs> もうとにかくひたすらもう、あの狂ったみたいに仕事しろ書いてる。それでもうけ,もうけ追求しろと<う>。休んだらあかんって書いてるって。<laughs> そう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 。うん。<laughs> だから、 でだからその中にあのなんかこう国家国民にあのなんかせよってちなみに今読みましょう、うん、せっかくなんではい、はい、どうぞ鬼十足、えーうん、単体では世界広告最大の広告代理店であでる電通の吉田秀吉4代目社長の吉田秀吉によって1951年に作られた電通社員通称、電通マンの行動規範と見える鬼十足、うん、これ非常に有名であるということで、うん、1>, 1。 仕事は自ら作るべきで与えられるべきではない。二、うん、仕事とは先手先手を働きかけていくことで受け身でやるものではない。まあ、この時点で今回のその持続化給付金に関する動き、非常にこの一番と二番読むだけでもう納得いく動きですよね。納得です、ね、あの、自ら作っておりますし、先手先手で働きかけております。うん、もうあの法律、あの、競争工事前にもう働きかけて土面まで取っちゃうという。うん な,んか,なんか強烈そそは、ね、あの法律違反とかそういう概念ないないですからね3番大きな仕事と取り組め小さな仕事は己を小さくする要するに売り上げでかいもん追いかけろと<う>ちっちゃいものはだめなんだって言ってますよね多の大きいものだけやれと <laughs>、ね、<laughs> これも本当にねこんなことで、ね、言っちゃだ、ね、めだと思うよ小さい仕事は自分を小さくするってそれあかんでしょ 小さい仕事の積み重ねが大きい仕事になるんだよとかね、ねそういうのじゃない,ういうのないのあとこの,の電通のね、間接的なお客さんである消費者をバカにしてますよ、これだって、ねうう小さい仕事やってる人たちは、あいつら小さくなってんだと、でっけえ、こう、何十億、何百億っていう仕事取ってこ、俺ら偉いんだって言ってるわけですよ、だから国家、国民に奉仕しようなんていう考えは全くないの <laughs> 4番、難しい仕事を狙い、そこれを成し遂げるところに進歩がある。うん、うん。まあ、これはまあ、無難な、普通な言い方ですけどね。うん、5、取り組んだら話すな、殺されても話すな、目的完遂まではって思い、<laughs> もういや、これもう、こんなこと言っちゃダメだからね、<laughs> 本当に。殺されても話すのとか言っちゃダメだから。いやー、すごい、ね。そらかろうし出るわ。うんうん、で、6、 収囲を引きずり回せ、引きずられるのと引きずるのと引きずられるのとでは、長い間に天地の開きができる、まあ、あの国家を引きずり回してますね、本当に、国民も含めて。7万計画を持て、長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる、まあうん、この正しい努力と希望っていうのは、電通の儲けにとってという意味なんでしょうね。 えー、8番、自信を持て、自信がないから君の仕事には迫力も粘りも、そして厚みすらがない。これなんか、うん、10足とかじゃないですよね、すでに。これ何なんですかね,ね <laughs> なんか、多分説教やん、これっていう。<laughs> もうだから、あのー、ただ、もうそういう、それをそのまま実行すると、すげえ傲慢な人間になる、ね。誰ですよねで。9番、頭は常に税関点、全、えー、回転、八方に気を配って、一部の隙もあってはならサービスとはそのようなものだ。 <laughs> まあまあ,、うんあの、これは要するに自民党とか官僚に接するときはそれぐらいの根性でやれよと、うん、いうことですね、はあ摩擦を。最後、摩擦を恐れるな摩擦は進歩の母、積極の肥料だ、出ないと君は卑屈未練になる、うん、というふうに書いてますね。でしょいやだからその十足の中に、はいあのー、電通という企業が、その、あのー、 まあ、電通とていう企業がその国家に何かを奉仕するとか、うん、貢献するとか、ね、そういう言葉,言葉も資料も一切ないんだよね、はいで。結構それがびっくりするんだけど、ねつまりその当時ですらやっぱり電通はもう結構大きい会社、あの4代目社長の時にすでに電通はもちろん一番大きい広告代理店だったわけですよ。うん、もう売り上げ高が全然今とは違うけど。 だけど、うんと、そういう業界ナンバーワンの企業のくせに、うん、あのも、まあ、とにかくお前、まあ、死んでもいいから、まあ金かされてこいや確しかに言ってないわけですよね。で、その精神状態のまま、今まで来ちゃってるん、うん、これちなみに1951年ですからね、4十足。半世紀前、半世紀以上前ですね。いや、もう70年近く前ですよ、本当に。<laughs> すごいね、ほんまに。ね だからその考え方でずっと来てしまって、だから僕がさっき東京新聞で、うん、社会的なその義務を果たしてないって言ってるのはそこなんだよね。で、そういうことをやっぱりちゃんと果たさないと、うん、まあ、一発たってもなんか強盗みたいなさ、ねえ。言いや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 、ま、いやいや本当に。ね、まあ、まだまだね、これは本当、はい、この先どこまで、この、 いろんな資料が出てくるか、隠し通すのかっていう、うん、まだその話が今月いっぱいぐらいはずっと続くと思う、うん、ただ、野党が二次補正予算飲んだっていうことは、うん、なんかちょっと流れは止まっちゃう,うな気しますけどね、残念なからね,まね、うん。まあでも、だからこそちょっとおかしいんじゃないかって、ちゃんとわれわれが知っておくことは大事ですよね、こういうのは。 いや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 、本当に、今日も本間さんどうもありがとうございますね。本間さんの、そんな活動を応援するためにも、電通が支配する憲法改正国民投票、ぜひ買ってほしいな、というふうに思います。まあ、あの、電通を私が結構批判する理由っていうのはですね、この、まず、電通とね、がっちり組んでる政権自民党がですね、日本を良くしてくれてるんだったらいいんですよ。 うん、でも日本っていうのは今すごい停滞感で政府は横ばい横ばいっていう風に GDP をね、うん、言ってますけど、うん、あのその最中にアメリカに4倍差をつけられて中国に2倍差をつけられてどんどん追い抜かれてるの私横ばいっていうんじゃなくて停滞って言うと思うんですよね <laughs> それは普通停滞じゃないのっていうで、うん、うこれなんか君らがそのきちんと社会的に仕事ね価値を出してくれてるんだったら日本って豊かになってるはずだよねとなってないじゃんっていう一つ大きな、うん、まず 経済的にも君ら本当に日本にとってプラスなのっていう観点があるんですよ。うん、で、その次に本間さんの本で私があの一緒に批判したのは、本来お金っていう基準で決めてはいけない憲法の改正部分にまで自民,あの自民党と電通が組んで、いろいろやろうとしているという、うん、これはもうすごい大きな問題なんじゃないかなと思って本間さんの本を作りました。ので、<ー>ぜひ買ってほしいなというふうに思います。はい。はい じゃあ、本間さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。それではまた、じゃあ、じゃあ、あの、チャンネル登録といいね。あとですね、えー、簡単でいいので、コメントとか感想を書いていただけるととても嬉しいです。今日も読書見ていただいてありがとうございます。本間さんもありがとうございました。ありがとうございます。<laughs>